トムヨーク、トムヨーク、トーマス・エドワード・トムヨーク、1968年10月7日体は、イギリス出身のミュージシャン。オルタナティブロックバンド、レディオヘッドの、ボーカルギター・ピアノ・タタの楽器演奏とソングライターを、務める。ソロアーティストとしても活動。2006年には、ソロデビューアルバム、ジー・レーザーをリリース。2009年には、新バンド、アトムス・ホー・ピースを、 ナイジェル・ゴット・リッチや、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーラと結成し、さらに活動の幅を広げている。2002年の旧市において、最も勢力的なイギリス人ミュージシャンの一人に選出、旧市の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第13位に選出された。2005年のブレンダー氏における、 歴代の偉大なポピュラーミュージックシンガー投票で18番目に選出されている。2008年のローリングストーン氏においては歴史上最も偉大なシンガー100人の第66位に選出された。1968年10月7日、イングランドのノーサンプトンシャーに生まれる。生後感もなく原子物理学者を経て科学関係に勤めていた父、グレアムの仕事の関係で、 スコットランドに転居した。生まれた時、左目は完全に麻痺していた。僕のまぶたは閉じたままで、誰もが一生このままだと思っていた。その後ある専門医が義眼みたいに筋肉を移植できることを思いついた。そして僕は生後間もなくから6歳までの間に大きな手術を6回受けたんだ。彼らは最後の手術を失敗して、僕の目は 半分見えなくなったんだと本人はインタビューで語っている。半年に2回の引っ越しと年中つけている眼帯で子供の頃のストレスは相当なものだった。1976年、父の仕事の関係でイングランド南部へ再び転居した。8歳の誕生日に安いスパニッシュギターをプレゼントされる。人生で初めて熱中した楽器となり。 短期間だが、ギタースクールにも通った。1978年、引っ越し続きだった一家は、ようやくオックスフォードに落ち着く。1980年まで、オックスフォード、ウィットニーのスタンドレーク製公会小学校に通った。後に、弟のアンディ・ヨークも入学した。母バーバラは、教師で、その学校の教壇に立っていた。1978年、10歳で、 スクールの友達と生まれて、初めてバンドを結成。楽器ができるのがそもそもトムだけで、バンドというより、ギターの配線を面白おかしくして、燃やしたりする科学グループ、Q だったらしい。1979年、11歳で生まれて、初めて作曲を行う。曲名は、マッシュルームクラウドで、原子爆弾の爆発を歌った曲。 キノコグモの恐ろしさではなく、ただ単純にその見た目について書いた曲と、後年インタビューで話している。1998年オピニオン誌。1981年、男子善良制のパブリックスクールである、アビントンスクールに入学した。1982年、コリングリーンウッドラスクールの友人たちとパンクバンド、TNT を結成した。その後、 コリンとトムの二人は隙を見て脱退した。1985年、エド・オブライエンをギターとして勧誘し、三人をオリジナルメンバーとしてバンドを結成した。メンバーは流動的で、一時はホーンセクションが在籍していたこともあった。その後、リズムを刻んでいたドラムマシンが故障したため、上級生のドラマーフィル・セルウェイを勧誘して、レディヘッドの前進。 オンアフライデーを結成した。兄のバンドに入りたがっていた当時15歳のジョニー・グリーンウッドをサポートメンバー、キーボードとして入れる。1987年、スクールを卒業した。1年間いくつかのアルバイトを転々として、生計を立てる、ほぼ全てクビになるか自分からやめており、一つも長続きしていない。1988年、名門エクセター大学に入学するため、 トムは単身で、イギリス南西部のエクセターに移り、バンドは一時休止した。大学で、将来の妻、レイチェル・オーエンスと出会う。大学では一時的に、ヘッドレス、ヘッドレス・チキンというバンドに参加。メンバーの一人、ジョン・マティアス、ザ・ベンズでは、コーラス・ストリングスに参加は、メジャーデビューしてり、現在も活動中である。ザ・ベンズ収録の、ハイドライはこのバンドで、 トムが書き下ろした曲である。1991年春、単位を取得し、エクセター大学を卒業した。ヘッドレスを抜け、オックスフォードへと戻る。オンアフライデーは活動再開し、ジョニーがギタリスト兼キーボーディストとして、正式加入した。1992年、EMI 参加パールフォンと契約する。レディオヘッドとバンド名を変えて、メジャーデビューした。2000年、 よクのアルバム、セルマソングスミュージックフロムダンサーインザダーク、収録曲、I've seen it all にゲスト参加した。2001年2月、学生時代からの恋人であるレイチル・リオー・エンスとの間に息子ノアが生まれる。2006年7月5日、初のソロアルバム、ザ・イレーサーを発売した。エレクトリックギターは、フェンダーテレキャスター系をメインにしており、近年は、 テレキャスターカスタム、テレキャスターデラックスといった派生モデルを多く使用する。それ以外にも、リッケンバッカー、ギブソン SG、フェンダージャズマスターなども曲によって使い分ける。エレアコも多く使用し、特に、OK コンピューター以降は、使用頻度が高い曲が多い。エフェクターは、歪みとディレイを中心とした汎用的なシステムを使用。ツアーごとに買い替えているのか。 頻繁にエフェクターは変化するが、歪みに空間系という基本的な構成自体はデビュー当初から変わらない。アコースティックギターはほぼアコースティックギグ専用であり、エフェクターでダイナミックに音色を変化させる必要のある曲が多いため、通常のギグでは基本的にエレアコを使う。ピアノ、シンセサイザー、ハーモニウムなどの鍵盤楽器も使用する。特にピアノは ヤマハ製のものが多い。その他、タンバリンやミニドラムキットなど、曲に合わせて様々な楽器を演奏する。美しい高音の裏声を多用した歌唱スタイルが特徴。女性や子供の用とも形容されるが、トムのコンプレックスでもあり、キット A では意図的にそのスタイルを封印して、歌声をノイズやエクトで書き消したりなど、時期によって試行錯誤を重ねている。 パブロ・ハニー壱には、線の細い歌声とは、正反対のエモーショナルなシャウトを用いていたこともあった。現在では、本来の高い裏声をメインにした歌唱に戻っており、2006年のソロアルバム以降のインタビューでは、僕にはこの声しかないって改めて分かったなどと語っており、後の、インレインボーズでは、それまで以上に披露している。レディオヘッドの楽曲は一部のプログラミング主体の曲、以外、 トムの弾き語りを基調にバンドサウンドを肉付けしていくものが非常に多いため、トムのギタープレイはその多くが伴奏となるコードプレイもしくはリフ主体であり、ギターノイズやリードプレイはエド・オブライエンとジョニー・グリーンウッドに任せている。しかし、多くのバンドのリードボーカルの弾くようなサイドギターとしてのプレイ一辺倒というわけではなく、歌いながらメロディーラインとは全くリズムの違うリフを 弾いていたりなど、ギター歴が非常に長いだけあって、目立たないながらも技術は高い水準にある。デビュー初期は非常に低い位置でギターを構えていたが、現在は標準もしくはやや高めになっている。キット A 以降から本格的に鍵盤の弾き語りも行うが、ほとんど独学のためか、シンセサイザーに関しても、プログラミングや演奏は、ジョニーやコリンの方が得意と、謙遜している。 バンドの楽曲のすべての作詞を手掛ける。作曲もメンバーで最も貢献度が高いと言えるが、レディオヘッドの楽曲の多くは、デモや大枠をトムが作り、アレンジをメンバー5人とナイジェルゴッドッチで議論しながら行うというスタイルをとっているため、一人でバンドのすべての曲を1から10まで作曲しているわけではない。ソロアーティストとしても活動。 第三世界の人権問題や環境問題を軽視するコマーシャリズム、グローバリズムに嫌悪感を抱いており、貿易法改善を呼びかけるといった社会運動にも積極的に参加している。楽曲の歌詞にも政治、社会問題に関連して多くは遠曲的に書かれたものがいくつか存在するが、その多くは何らかの先導的意識や不特定多数への問いかけを内包しているというより、 むしろアイロニカルで遠征的なものであり、ここは同じく政治的な歌詞が目立つ U2 のボノや R、EM のマイケルスタイプとの大きな相違点である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。